おはようございます。近江飛龍です。今日の朝ごはんはシンプルですね。アイスコーヒーに、そして、ピザソースをかけたトースト、プラス、これ案外好きなんです、これ。このパスタが入ってるスープ。地方巡業中なので、こういう感じです。キッチンがめちゃめちゃ遠いんですよ、ここから。歩いて50メーター以上あります。なので、朝ごはんはこんな感じになってしまいます。はい、どうも、みひりゅうです。すがすがしい朝がやってきました。昨日はね、9日ぶり、ほぼ10日ぶりですね。10日ぶりの、生配信。佐賀県からは初の生配信。最初のうちはね、ちょっと、トラブルが連発しまして、ちょっと、バタバタしたんですけども、どうにか終わりました。昨日その生配信でも触れたんですけども、仕事がね、舞台が、幕が開くのが早いんですよね、朝ね。11時、もう頭ボサボサやろ、もう。毎度のことやけど、朝の11時開演。で、休憩時間を挟みながら、午後3時30分までの、そういうテーブルになってるんですけども、11時から1時間舞踊ショーをやって、1時間休憩があって、で、お芝居が1時間あって、30分休憩があって、もう一度舞踊ショーが1時間ある。もうそれを繰り返してるんですけど、まあ、あれですね。どっちかというと、一気にやってしまいたい。休憩もそんなに長くなくていいから、もう15分ぐらいの休憩でいいから、もうそれでも一気にザーッとやってしまいたい。なので、ちょっと若干それに体がまだちょっと順応してないせいなのか、毎日すっごい疲れが溜まってます。お昼一回しかないのに、すごいでーんと毎日体がしてます。まだ慣れてないんでしょうね、それにね。まあ、慣らしていくのも僕たちの仕事なんですけれどもね。まあ、今日も頑張っていきたいと思います。薬からの一日の始まりです。薬。あ、これ近頃ね、飲むようにしてます。このね、エンケンさんが宣伝してるやつですね。これ何ヶ月か前からちょっと飲んでたんですけど、寝るのだ。ね。睡眠の質を向上。これめちゃめちゃ寝れますよ。睡眠薬とかそんなんじゃないんで、こうすっきりします、朝。本当に。これ飲んで。あ、そうそう、これ買ったんですよ。これめっちゃ便利。ちょっと黒くて映りにくいかもしれんけど、こうめちゃめちゃコンセントが10にこう、ついてて、近頃この USB のね、充電ってよく使うでしょ？この携帯電話とかでもスマホとかでも。これが6個ついてて。ましてや、コンセントも12個ついてるっていう、めちゃめちゃでかいタップですね。重宝してます。今はね、開演45分前。もう楽屋入りしてないね。やばい時間です。保湿クリしゃあないけどさ。近頃ね、お年齢的に、顔の保湿とね、なんかね、こう、毛穴が広がってきたのよ。ちょっとバタバタしてるんですけど。いててて。いててて。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。足首ひねった。音大丈夫よな、これな。著作権大丈夫よな。第1部と第3部に舞踊ショーあるじゃないですか。1時間なんで、第1部の舞踊ショーは男舞踊ショーになってんの。で、第3部の、最終ステージが女舞踊ショーになってんの。
なんか今は男踊りしか踊らへんねんけど、なんかこの間なんか初日は、時間の配分が分からなくて男踊りだけで4曲踊った今日も今から次の曲踊った後にそのまま、10パ一からげいきます。10パじゃないよね、俺もなんか10パ一からげって言ってたけどちゃんと調べたら10パ一からげないね、当たり前だけど10パ一からげ、俺10パ一からげって言ってた、ずっと10パ一からげいきます。それとゲスト情報なんですけども、6月の10日11日と、なにわ劇団からおいっ子ですしんのすけ、そして一心、そしてなにわしめじ3名来ます。よろしくお願いします。6月の10日11日2日間だけです。そして6月の17日から千秋楽まで、もう地元佐賀県出身ですね、完全に地元です。神山大和くんが、ゲスト出演です。よろしく。さあそろそろ出番ですけれども、どうしようかな。今日はね、このカメラ、ズームが効くカメラじゃないんですよ。こう単焦点のカメラなんで、こうアップとかできないんですよ。どうしようかな。今日はもう舞台の横に置いとくだけで許してなんか舞台の横からもう置いとくから、また今度改めて正面から撮るから。スケさん、劇団みんなで踊るからね、総舞踊にするからね、俺も出番やね。行け、俺も行くで。はい、終わり。第一部終演です。これから1時間の休憩があってお芝居、まあね、お客様にとってはご飯のお時間ですから、僕らもこの時間にご飯食事をね取れればいいんですけど、今から食べると次幕開く時にはお腹がいっぱいになって動けなくなるしね、もしかしたら間に合わないかもしれないんで、ここは
休憩です。休憩時間を利用して踊りの稽古です。で、座長から、で、こう、3回やったら、だだ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 はい、さくらチュールも出ます。さくらチュール出ます。さくらチュール出ます。明日大変なやつ2つ、はい、スイカも、はい、ね、さっき の、 あの踊りの稽古っていうのをやってたでしょ。あるいは抜き稽古といって、あの昨日その稽古の時間の時に僕が参加できてないんですよ。もともとある踊りなんでね、もう一度あの合わせるだけだったんですけど、僕が参加できなかったので、他のみんなは全員踊りの手は頭に入ってるんですけど、僕だけちょっと頭に完全に入ってなかったんで、いるメンバーだけ、ほんまやったら もっと何人かのメンバーで踊るんですけど、3人だけで返して、あとは一発本番っていうやり方です。一発本番だったらなぜか合うのよ、なぜか。今度は第2部、お芝居の幕が開いてます。ちょっと花道から見てみましょう。そんなことない。約束したっけな、だからな、こうして体が悪くなるや気が弱るものがつい愚痴っぽくなっちまう。さあ芝居も頑張ります、はあ、今芝居が終わりました、中の方あんまりちょっと撮れてないというか、ほとんど撮れてないんですけどね、よくもうちょっと見たいよって方いるんですよ。あの YouTube とかまた17ライブの方でもなんかもうちょっと見せてほしいよっていう人いるんですけど、そう、そういうものは できたら生で見に来てください。よろしく。第3部の開幕です。まずは歌からです。歌ってきます。今日何歌うかな、お袋さんとなんからいってきます。またもう一回舞踊賞です。歌が今終わったところで、歌が終わってすぐ女方、なんだかんだ言いながらね、普通の劇場よりもいっぱい出てる俺だって。男踊りとかでも女踊り全部合わせたら1日で多分6曲か7曲踊ってるもん。出てきます。セミは お疲れ様でした。今日の公演も終わりました。お昼しかないからね、送り出しはあるんですけども、送り出しの方も、握手はご遠慮させてもらってます。またこれもね、ちゃんと透明のマスク、これで送り出しをさせていただいてます。一緒にね、並んで写真写すのもご遠慮しております。本当に偉い世の中になったよね。もうみんなもう両手放しでもう、 うわーっていうね、うわって騒いで舞台見たいよね。うわって密になって、もう三密になって楽しみたい。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日のお昼ご飯は林ライスです。17ライブ見てる人は分かるんですけど、もう丸テーブル使い放題です。1分完成。九州に来たらね、博多ラーメンを食べるとね、キャナルシティの裏のめんちゃんっていうラーメン屋さんが好きなので、
僕ね、あんまりね、食へのこだわりはないんやけども、伸びてるラーメンだけ絶対食べられへんねん。で、絶対にラーメンはバリカタもしくは粉落としいただきます。おい、これで紅生姜って最高やね。いただきます。玉ねぎ、この玉ねぎ入ってる。ここの人にもらったい。あ、そう、それとここのホテル流東園の方に玉ねぎいただきました。これが入ってる玉ねぎ、あ、この玉ねぎがこのハヤシライスに入ってます。おいしい。